であとあの結論言いますけど英語が取れないとあの結構入試で不利なんですよ。結構と取らない通らないんでですね。はい、じゃあ行きます。次の各組の下線部の発音が同じなら丸、違っていれば×をかけなさい。発音しますから同じと思ったら丸、違うと思ったら×してくださいね。 head bed head bed 丸×つけましたか。はい、答えは丸です。 head へ bed へ丸にした人、はい、ですね。頭のヘッドと、サッカーでいうとヘッド、ヘディングのヘッドですよね。ベッド。次です。Breakfast, great. Breakfast, great. はい、答えは×。Breakfast, 朝食はブレック、えです。Breakfast, great. 偉大だとか素晴らしいとかいう great。いいという発音ですね。よく聞いてたら同じか違うか分かると思います。もう一回いきますよ。 Breakfast Great 違うよね。はい、次です。 Run Month Run Month。 はい、これは微妙なんだけど同じと思います。発音例え丸になってませんかね。いいですか。はい、これ実はちょっと日本語にない発音なんでちょっと確かめたかったんですけど、あのこのあという発音はですね、この記号であはいくつもあるんですよ。英語のあっていうのが3種類ぐらい、あ4種類ありますからね。そのうちのこれはあっとこう驚いた時の、例えばあってこう普通日常生活であっとか驚いた時に開けるぐらい口を開けましょうという発音になってます。どっちもあです。はい、その次 think this think this the 濁りません。 the 濁ります。だから違います。 think ですね。 see やね。 think this this 下が濁ります、上が濁りません。×。 bike dish bike dishあー、いいといいですね。バイク、ディッシュ、バイ、ディッシュ。ディッシュはお皿とか料理のことです。バイクは自転車のことですね。はい、その次行きましょう。Wanted, watched, wanted, watched ですね。Did, to ですね。Did, did, to 罰です。ウォッチの方は濁りません。 Wanted は Id と発音しますので×です。はい、2番二重丸してください。服とによく出ますので服とと書いておいてください。2番服とによく出ます。いいですね。とにかくちゃんとしっかり復習すれば力つくんで、習ったことは絶対全部できるようにしてください。それだけでいいです。習ったことができるようになれば大丈夫なんです。いきますよ。ブック、ブックス、関数、複数の関係ですね。じゃあチャイルド、複数は何ですか。チャイルドの複数は頑張れ方眼こつけようかね、方眼を感じはい、チャイルドの複数は何ですか。チャイルドじゃなくて発音もちょっと変わるんですけど、チルドレン、チャイルドレンと書いてチルドレン。はい、これできた人いませんか。はい、じゃあ練習してください。チャイルドの複数チルドレンですね。チルドレン、チャイルドの複数チルドレンです。何回か確認した。チルドレン。とにかくうちの塾生はこれですよ。一人で練習するんですよ、授業中。とにかく授業中はもう、授業中は諦めろ。他のことはもう一切考えない。好きな人がいようと、ゲームしたかろうと、勉強しようときだけは勉強のことだけに集中してください。それきチルドレンとか知らなかったら5回練習すりゃいいったい。それだけじゃ5回書けばいいと。チャイルドの複数形はチルドレンとかね、
3年生になっても知らん人いるとですよ。中1でできることが3年生でもできんとですよ。体だけでかくなっても頭の中中1ですよ。練習せんかったら当たり前のことね。最後中5年。じゃあその次いきます。 You, you are, you, you are, the 一番最後です。 You と You are の関係。じゃあ I, my, me なんですか。 I, my, me、 mine なんですよ。いよいよ分かります。これ You と You are の関係って何ですか。 You, you are, you, you are, the 一番初めと一番最後という意味だよね。ということは一番初めと一番最後 mine。 だいたいね、問題の意味すら分からない人がおるて、同じ関係になるようにって意味がわからんって言いちゃう。曖昧にマインを表を思い出して、一番最初と一番最後は何ですかっていう意味やね。言う言わ言う言わずでしょ。言うと言わずの関係は愛とマインの関係ですよということでした。はい、ワンとファースト、しっかりこう教えますね。ワンって奇数と言います。奇数、元にする数です。ワンの横に赤ペンで奇数と書いてください。ファーストは序数と言います。順序を表す数です。一番目ですから。一と一番目って意味が違うでしょ。一と一番目って意味が違うんですよ。一って数なんですよ、一個あるっていうこと。一番目って並べたうちの一番最初にあるやつなんですよ。いいですか。ここは筑豊地区です。勉強しないんです、周りが。本当にしないんですよ。だから本当平均点って筑豊地区ものすごい低いってずっと言われ続けてきた。こういったことをしっかり覚えておけば何てことない。福岡北九州に負けないの。もう一回言いますね。 1,2,3 って普通の数字を奇数と言います。奇数、元になる数で、このファースト、セカンドというのは助数と言います。いいですか。で、1がファーストやったら2は何ですか。セカンドですね。そう、セカンドは、あとスペルがセカンドなんですけど、セコンドと書きますので、ファースト、セカンドですね。はい、ということです。じゃあその次いきましょう。 Go, going ね、ing をつける。当然さ、普通通り ing をつける問題ダサいやろ。どういうふうにして ing をつけたらいいですか。よく聞きよってね。どういうふうにして ing つけたらいいですか。 m を重ねるんです。常識で考えてね、いいですか。ただ ing をつけるだけやったら問題にしないですよ。何かが違うけん問題にしとをあげたい。いいです。タンボインプラスシオンジはシオンジを重ねて ing、 シオンジを重ねて ing。 中学校で出てくるの2つしかない、スイミングとランニングです。ランニングです。これも何回か書いてくださいね。とにかくね、書くだけでいい。何回か書くだけでいい。とりあえず書くだけでいい。意識して書いてもらうだけで。あとランニング、これも N を重ねて ING です。もう一回言います。どんな時に重ねるのか。 N の前が単母音あいうえおの短い音プラス四音字の時は四音字を重ねて ING。もうそんなにごちゃごちゃ言わんでも、スイミングとランニングの時だけは同じ文字を重ねてくださいということです。いいですね。もう一回言う気。ただ ING をつけるだけの問題は出さんって。絶対出さん。誰でもできるけん、ちょっと違う問題は出すんよ。それだけですね。次、トールとショート、どういう関係かというと、トールって背が高いなんですよ。ショートは背が低いってことなんですよね。つまり反対語です。5番のとこ反対語って書いてください。まあ対義語なんですけど、対義語って言いますけど反対語ですね。反対語です。じゃあオールドの反対は何でしょう。オールドって何ですか。どういう意味ですか。古いでしょ。反対は若い。ああ、若いもあるかもしれない。新しい。これどっちになっちゃうのか。
答えどっちになっちゃう、どっちでも良さそうだね。どっちになっちゃう、どっちもよね、当然そうやろね。年を取ったやったら若いやろね、古いやったら新しいやろね、古いやったら新しいやろね。はい、じゃあその次行きましょう。 We play baseball here。 私たちは、はい、曜日の前には何をつけるかですね。さっきなんか前置詞とか話しようなんやった、さっき前置詞って言うなんやったの、前置詞とか、そうそう言ったね。いや素晴らしいなと思ったんですよ。そう、前置詞とかいう言葉がね、早く来た人がね、早く来た人勉強しようわけよ、勉強しようわけで、前置詞とか言うわけよ。おおと、あんたち前置詞とかいうこと言ったことあります？これ前置詞とかあんまり言わんとよ、成長しようなと思ったんです。ほんと、はい、成長してほしいですね。本当にもう本当成長してほしいです。はい、で曜日の前につける前置詞はオンです。曜日の前はオンですね、オンサンデーズになります。赤ペンで書いておいてください。でしかもサンデーに複数の S がついてったらどういうことかというと、毎週日曜日って訳をするんですよ。日曜日にじゃないんですよ、日曜日に S がついちゃうということは日曜日たくさんということやき、毎週日曜日って訳をしますですね。私たちは毎週日曜日ここで野球をしますという問題でした。はい、次です。ドントです。どうぞ窓を開けないでくださいというわけですね。 Do って何詞ですか？ Do 何詞ですか？ Do は動詞。あ、動詞の Do もあるけど、ここの Do は助動詞、助動詞の後ろ、動詞の原型なんですよ。助動詞の後ろは動詞の原型。2年生助動詞がたくさん出るけんね、後でね、これしょっちゅう使うんで、助動詞の後ろは動詞の原型だから、ドンとオープンなんですよ。動詞は原型です、動詞の原型が来ますですね。だからドンとオープンになります。ドンとオープンですね、開けるなになります。だからオープンズとかオープニングとか全くそんなことになりません。ドン、オープンドウィンドウプリーズ、どうか窓を開けないでということです。次、伊豆の後ろは今まだ、2年生になりたてね、2年生になったばっかりの人たちは B 動詞の後ろは ING 現在進行形、過去進行形しかありませんので、組 is helping が正解です。でもこれ3年生になったら変わりますからね、今は1個しかないですけど、だんだん増えてきます。クミ is helping her mother in the kitchen。 クミは台所でお母さんの手伝いをしています。いい人ですね、クミね、優しいね。はい、 My sister Nanda some flowers in her hand ですね。はい、持っていますでしょう。 My sister 三人称単数、持っているという時は has です。 has、 My sister hasハブに複数、サンタメのやつでハブズとかならないということです。ハズ。My sister has some flowers in her hand。 私の妹は手に、花を持っていますですね。はい、その次行きましょう。 Can Nana use the new computer ですね。 Can は三人称単数、答えは Can としかないね。 Doesn't があれば Doesn't でしょうけど、Can は新しいコンピューターを使うことができません。 Use は Can なのに3段目の S がついてないのに、こうなんかね、ここにあれ3段目の S がないねと思ってください。ということはここに助動詞があるからなんですよ。 Can は助動詞、助動詞の S は動詞の原型、あ、赤ペンで書いておいてください。だから S が消えてるってことです。キャンがなかったら三単元の S がつくんですよ。そうでしょ。キャンって三人称単数液 uses になるんですよ。ところがここに助動詞が入ったので、助動詞の S は動詞の原型なので S が消えてる。
こんな勉強の仕方をする、答えだけ変えてもダメなの。なんでキャントなのかというと、ここは助動詞がないと動詞に三択ベースがついてるはずなんですね。しかも三人称単数の時にドントとかいうのは使わないってことになります。もう絶対ダメなのはイズントとアント、これも絶対罰しちゃってください。いいですか。 B 動詞と一般動詞を重ねて使うことは絶対したらダメなんですよ。3年生が 何人これをしたかです。ずっとこの動詞と動詞2つ重ねて使ってたんで、やっぱり効率の時間に合わなかった。本当にね、早くそこら辺をしっかり力をつけてくださいとお願いしたいですね。じゃあ4番の1いきましょう。しましょうというところマーカー塗ってください。しましょうって何を使いますか。列よね。列号いきましょう。はい、文の一番先頭ですから大文字で書いてください。レッツなんなんしましょう。レッツなんなんしましょうです。なんなんしましょう。レッツで、スポーツをするは何ですか。書きようね。書きよう、大丈夫、いいね。話聞くだけでいいじゃん。もうそれ以上言わん。聞いて書いてもらったり、それであんた頭入る。絶対聞いてなかったら何もならないよ。レッツプレイ。でも授業中だけは諦めり、もう勉強しに来ちゃっちゃき。他のこと考えたらいかんよ。みんな大丈夫ですか。勉強だけ集中してくださいよ。今は休み時間はもう自分の自由にしてもらっていいので、レッツプレイテニスアフタースクール。放課後テニスをしましょうですね。レッツプレイです。何々しましょう。この本は彼女のもので、あの本は彼のものです。はい、彼女のものというのは、はい、シーハーハーズよね。彼女のもの、シーハーハーズ。彼のものは、はい、ヒーヒズヒムヒズなんです。ハーズヒズズにならないです。当然もう図で終わっておけん、もう一回 S を重ねるとね、発音もしにくいのでヒズになってるわけですね。彼女のもの、彼のものです。あなたはここで何をしているところですか。はい、何をしているところですかというところをまずマーカーで塗ってください。何をしているところですか。で、これちょっと古い言い方なんですね。で、赤ペンで横に何をしていますかって書き直してください。何をしていますかって書き直してください。何をしていますかって書き直してください。今のみんなのね、みんなの教科書には何をしていますかで載ってます。何をしているところですかは、俺たちとかお父さんたちとかお母さんたちのちょっと昔の教え方なんだね。でもどっちでも同じなんだね。つまり現在進行形ってことなんですよ。はい、でもうこれ基本中の基本です。 What are you doing です。 What are you doing、 もう基本中の基本。 What are you doing、もうみんな毎日使う、何しようとか友達に言う時の言い方、What are you doing? 何しようと、まあ、here はここでという意味で、ここで、ね、何をしていますか、What are you doing? 勉強しんちゃん、頑張るじゃん。諦めりっちゃ、来たんや、せっかく。お母さん送ってくれたんよ、一生懸命。バスで来たかな。バスで来たらバスの運転手に感謝する。違うか。一生懸命仕事しようしゃあとに、送り迎えまでしようしゃあとやきさ。トムは昨日、横浜へ行きました。はい、行きました。過去形です。さあ、これはちょっとどうかね。できる人もどんくらいおるよ。そうよね。Go の過去形、went です。行きました。Go の過去形、went。で、知らんかったら Go went って何回か書いていいんじゃないですか。 Go はさすがに出張でしょ、行く。なぜかわかりますか。何回か出てきたけど、 went なんで知らんか、あんまり出てきてないけど、例えば This さすがに知らない人そんなにいないのに、 This は知らない、出てくる回数が少ないから、それだけです。ということはどういうことか、繰り返したらできるようになるという証拠でしょ。じゃあ5番、あなたはあの男の人たちを知っていますか。
Do you know? あの男の人たちというのを漫画で塗ってください。つまり複数なんですよね。あの男の人やったら、横に書いてもらっていい？ That man はあの男の人です。これあの男の人たちやったら複数ならないかんでしょ。男の人たち、万の複数知ってますか？何ですか？万の複数って何ですか？あら、知らん。よし、じゃあちょっとこれはノートに練習しましょうかね。万はさすがに知っちゃうでしょう、男。これ万は知ってるでしょう。じゃあ男の人たち、men ですね。男の人たち、men。A が E に変わります。じゃあ女の人って何ですか？女の人って何ですか？女の人、女の子知らん？女の人何ね？ウーマンやろ？ウーマン。じゃあ女の人たち複数になったらどうなるかというと。スペルはね、なるほどなって納得すると思うんですよ。ウーメンって書いて、なんとこれ発音がウィミンなんだ。ウィミン、ウーメンじゃないんです。ウィミンなんです。なんとこの O をイと発音するんですよ。この O をイと発音します。ウィミンなんです。書いて練習するだけでいい。ここは塾やき、勉強するとこやきね。皆さんいいですか？部活はスポーツしてね、上下関係とか体を鍛えたりするとこで、ここは勉強するとこ、それだけ。会社は仕事するとこっす。で、いきますよ。それと同じでですね、This の複数形なんか知ってますか？これです。これらはで、That あれはあれらはさっきもちょっと言いかけたんですけどね、 This は知っちゃう人多いよね。しょっちゅう出るね、これは。 With this a pen とかね、まあ、これでも有名になってるね。 This is Japan とか言って、はいね、はい。でです、でもあの人あれで人生変わったね、本当にね。あのかっこいい男の子の、かわいい男の子のおかげやね。まあ、今一緒に出ようよね、ソフトバンクのコマーシャル。はい、これらはジーズですよ、ジーズ。ジーズなの、これらは。あれらはゾーズなの、ゾーズ。ゾーズ。さあ、この2つを合体させます。男の人の複数がメン。で、あれの複数がゾーズ。だから、あの男の人たちというのは、あの男の人たち、いきますよ、これ合体させますよ、本当。それこそ本当、This is a pen と一緒やで。This is an apple とかです。だから、あの男の人たちは、those men になっていると思います。ちょっと答えを確かめてください。いいですか？あの男の人、that man なんですよ。that man。で、これだけ複数にすることできないんですよ。こっちも複数にせないかんとですよ。わかる？あの男の人って一人しかおらんでしょ？あれらの男の人たちですね。だから増図面になります。いいですか？練習してくださいね。とにかく練習、何回も書いて。で、練習の前に何が一番大事か、勉強しようとかできるようになろうという気持ちをちょびっとだけでももうちょっと聞かないかん。
なんか俺から無理やりさせられようとか思いよう間は伸びません。でこれはあのスポーツの練習も一緒ですね。なんかコーチや監督が無理やりさせられようとか思いよう間は伸びません。どうやったら記録が伸びるかって自分で考え出して初めて記録伸びます。俺もサッカーで一回そういうのあるボールを曲げようと思ってね、昔ペレっていうやつをすごいサッカーの神様っていうのを言ってバナナシュートもう角度がないとこからブワーンって曲げて入れるんですよ。